かわからない。これが何かわからない。ラヌ。これが？見えないよ。リスが入ってる。天才。あ、ちょっと待ってくれ。こんにちは。竹内月乃です。天野千希です。七瀬玲です。お願いします。ますますバナップで結構長く続いてますね。うんうんうん、確かに。2ヶ月ぐらいかなっていう形になるんですけど、いつの間にコメントを毎回くれる方とかいらっしゃるんですね、うんうんうん、で今回ウサミックさんから、ウサミックさんいつもありがとう、ありがとう、からあのご質問来てまして、はい、ちょっと答えてもらおうかなっていうふうに、はいはい、答えたい、思っております。人生で最初に3人が遊んだゲームは何ですかと思って、なんだろう、アナログとかも含めてですか？両方でもいいですよ。両方、うん、両方、あ、なんだろう、もうアナログに関しては思い出せないかも。何が最初だったか、ね、花一問目ってゲームですか？じゃあそれです。デジタルは3じゃない、 DS の DS で、なんていうゲーム、おいでよ動物の森、クラッシュバンディクーかな、何それ、ゲームボーイアドバンスの SP かな、の何それ、ゲームやってる、なんかお兄ちゃんが持ってて、それを貸してもらって、多分一番それが最初です。懐かしい、めちゃくちゃ懐かしい、懐かしい、私こんなやつ TSP そうだと思う、ゴッドイーター、ゴッドイーター、お姉ちゃんとお父さんがしてて、キャラ作って、うーん、小2とか小3とか、うん、やってもらうのはデジタルじゃなくて、あのアナログ、アナログ、みんなでポンコツペイントというゲーム、ポンコツペイント、直線と庭園しか描けない制約がある中で、お題の絵を描いて回答者に伝えるというお絵描きゲーム、え、すごい面白そう、ちゃん強そう、頑張るぞ、これ線って分かります、分かんないです、正しい丸、正しい丸、なんで綺麗な丸ですね、綺麗な丸しか描けないっていう、綺麗な丸、直線と庭園で、その組み合わせて自分が何を描いたかっていうのを伝えていく、難しい、楽しそう、うん、楽しそう、難しそう、でも拙い表現とかあんまり上手じゃない表現でも、うんうんうん、早く自分の絵を見てもらうでしょうか、あるいは詳しくちゃんとこう丸とかをいっぱい組み合わせて描くとか、うん、頭の頭使う回転がすごい大事ですね、そういう想像力っていうんですかね、うんうんうん、みたいなところが大事になってくるっていうゲームなんじゃないかな、頑張るぞ、直線の長さとか声援の大きさは自由です、自由、ただこれ文字や記号を書いてはダメです、うんうんうん、矢印だけは、矢印もその、あの直線の組み合わせになるんで、三角書かれてるんです、なるほど、矢印があることで分かりやすくなったりすることもあるかもしれないけど、うんうんうん、デメリットもある、デメリットもそういうディレンマがあるんですね、回答者は1枚の絵に対し1回しか答えられません、これを当ててもらったら勝ちなんですかね、当てた人 と、当てられた人に入るんですね、はい、はい、次の人が書いてたとしても先に書いてた人が当てられちゃったらもう次の人の出番はないんですか、そうです、画数が少なく分かりやすい、うん、ね、書かなきゃいけないってことか、順番だけまずれんちゃんからという形にしましょう、はい、じゃあ早速やってみましょうかね、はい、アナプレー、はい、じゃあまず最初の回答者はれんちゃんから、じゃあ私がれんちゃん、はい、行くということで、回答者に見えないようにカードを1枚引いて、はい、はい、引きます、ちゃん、はい、はい、全部難しそう、今回全部難しい、5番、え、これ何か分かんない、これが何か分からない、まあ、想像で書く、分かんなかったら想像で書くしかないですよ、あ、はい、で多分後になるから書いちゃえ、はい、はい、じゃあ2人が書き終わったので七瀬さんもやって OK です、おー気になる、はい、じゃあ画数の発表していきましょうかね、はい、はい、私は4画です、4画少ない、どうしよう、私は12画です、おー、すごい、ちゃんが先に見せるという形になるんじゃないかなと思います、はい、はい、ででん、え？え？何これ、わかんないですか、丸に動画3本、金魚すくいのすくい、ブブー、何これ分かるかもしれない、いくよ、はい、うーん、え、このまま見たままでいくの、考えて、分かるけどなんか付け加えた方がいいのかな、猫風船、不正解です、ブー、でもこれ難しいな、これは
お題がめちゃめちゃ難しかったんですよ。何がないよ。じゃあ絶対違う。今回書いたのはせーのアドバルーンです。アドバルーン、アドバルーンって知ってます？知らないです。いやでもデパートとか行くとなんか屋上とかにこんな大きいやつですよね。あーあれか、どっちか迷ったんですよ。動物の風船の名前なんかと思ってた。アニマルアドみたいな。確かに確かに。わかんないこれは。難しい。難しい。最初にしては難しかったかもしれない。難しかった。難しかった。それこそ。次の回答者はじゃあね、はい。私が回答します。任せました。はい、じゃん。全部難しい。難しい。なぬ。おお。あでもあなるほど。帰ったらもう、うわ、めっちゃ画数やばくなっちゃった。分かりやすいのが一番。黙ってください。書きましたか？はい、書きました、はい、じゃあ、目開けて大丈夫です。あ、世界が明るい。私は19です。私は20です。おお。じゃん。え？え、何それ。え、なんだろうそれ。頑張って。え、なんだろうこれ。はい、勝ったな。ドリル。これが、うん、ドリルに見えないよ。え、見える見える見える。見えないよ。え、なんで私じゃないの。ごめんなさい。あの、悔しい。この後だったらいけるんじゃないかな。じゃん。これなんだ。ヨーグルトかな。なんだろう。多分いけます。はい、はい、人参。違うの？せーの、大根。惜しい。もうそれはそこまでいけるの？それは白だったら大根って言ってたもん。違う、白やん。確かに。味噌汁の中の大根を書いたんです。これパイナップルに見えるなと思って、うん、丸だよ、大根だよっていうことで、ここに大根の断面図を書きました。そういうことか。それは全く注目してなかった。そうそうそう。これは意外と難しい。難しい。楽しみ、はい、答えるの。はい、ダン。これ物によってはやばい。確かに。よいしょ。あー、これは意外と難しい気がするんだけど。これは画数大事。画数大事ですね。どうしようか。難しい。キュー。丸が多いですね。お、バレてるかも。アクアク。いけました。じゃあ画数発表いきましょうか、ね、はい。私は6です。え、私は10です。よし、じゃん。あー、分かったよ。え、嘘、本当に。いきます。タンバリン。正解。めちゃくちゃ悔しい。タンバリンだって思った。見た瞬間。めっちゃ上手。この円を2つ描いて立体的に見せてる。ちなみにあのちっちゃんが描いたのは、これはタンバリンで手で持ってるよっていうのにしたかったんですよ。怖いですね。怖いですか。これ見せられたら観覧車って答えたの。あ、確かに。ということで、レイちゃんと月音ちゃんにはこう1点入りました。じゃあカードを引いていきたいと思います。結構全部難しい、うん、お願い。お、おー、まあ、いけるかどうかな。いや、ちょっと私間違えた。やってしまった。どうかな。はい、終わりました。うわ、めっちゃ書いちゃった。はい、できましたでしょうか。私もめっちゃ書いちゃった。余計なことしなきゃよかった。画数発表いきましょうか。はい、はい、18画です。16画です。うわー、悔しい。勝った勝った。じゃん。うんうんうん。あー、オッケー、いける。猫耳。はっ、これはいけたんじゃないか。ズン。耳。正解。よっかー。解釈の余地を与えてしまいましたね。人間の耳って書けないもん。宇宙人みたいに書いちゃったんですけど。すごい、でも分かりやすい。分かりやすい、よかった。ファインプレーですね。2人も点数入るんですけれども、うんうん、今点数どんな感じですか。1点。1点。2点。はい、お、負けたくない。行きましょうかね。はい、はい、引きます。じゃん。おー、あー、でもやばいのに当たってほしくない。
わかんない。お願い、それだけは引かないで。これは簡単。いやでもキキちゃんだからちょっといきます。あっと、わかりやすくディスが入ってる。確かに確かに確かに。画数勝負だけど、画数だけ気にしたらキキちゃんがやばい。はいはい、画数発表いきましょうかね。9です。7です。ちゃんよし、はい、これはいけたんじゃないか。いきます。じゃん。ほう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 、分かった気がする。スマートフォン。正解。あー、やったー。すごい、分かった。これめっちゃ分かりやすい。やったー、そう、天才。すごい、分かりやすい。レイちゃんのも分かりやすい。じゃーん。これ分かるよね。分かる、うん、あ、でも iPad とかもやる。そう、タブレットにも見えなくもない。でかいから、うわ。という感じで点数はどうなりましたか。2点。2点。2点。おお、次の勝負で決まるかもしれない。はい、はい、じゃあカード引いていきます。ポン。難しい、普通に。うわ、え、待って、全部難しい。やばいのあるわ。やばいのしかない気がする。あー、ちょっと待って、これ本当にやばい。ちょっとマジでやばい。もう画数とかじゃないかも。これはやばすぎて。そんなにやばい。何書けばいいんだ。マジで難しい。もうすでにヤバすぎる画数を使ってます。次分かる日本語かな。分かると思うけど。すごい長い。やばい、画数がやばそう、二人とも。はい、画数の発表いきましょう。はい、63。おお。自分のフルネームぐらい。めっちゃ早い。40です。おお、じゃあその40のやつと。はい、行きます。わかるかな。せーの、ドン。わかって。あ、わかったかもしれない。え、ほんとに。すちちゃんならいける。でもこれをなんていう名前なのかがわかんない。畑を耕す仕事のやつ。農業。ブブー。あ、いけるわ。じゃあすごい、いけるわ。じゃん。いや、これはいける。え、何これ。わかる、わかる。なんで。わかる、わかる、わかる。怖っ。怖い、怖い。人間。人間じゃないよね。頑張って。あ、これだけでちょっとやってみる。キャンプ。うわ。違うの。え、なに。せーの。原始人。ちょっと難しすぎましたね。結構レイちゃんの方はいい線いってる。レイちゃんの方は、キッチャンの方。え、でも分かる。それ多分、それはノーフにしか多分。これノーフか砲丸投げか迷ったの。砲丸投げ。これはなんか原始人ってすごい毛を生やしっぱなしのイメージがあるから、ヒゲとか髪の毛を伸ばしたりして、でこれはなんか虎の皮のなんかパンツみたいな。ああ、分かる分かる、想像できる。履いてるみたいな。で、これがなんかその石器時代みたいな。あー、そっか、よかったな。で、なんか肉を豪華に焼いてるみたいな感じです。なるほど、なるほど。人間だったら絶対こんな髪型とか無駄な線描かないからなんだろうって思ってた。目ついてたら分かった。目ついてたら、あ、人だってなって、あ、髪長いって強調してるからなんだろう、ヒゲも生えてるってなってたかもしれない。目描くの忘れてしまった。楽しかったですね。楽しかった。点数は全員2点で。2点だ。じゃあ打率1ですね。はい、じゃあこんな感じです。はい、9。じゃあ今回 あのみんなでポンコツペイント30秒で、はい、それぞれ言っていってください。半個ずつですね。じゃあ、すげちゃんから順番にお願いします。想像力を鍛えられる。友達でやると楽しい。ぼーっと線をたくさん描ける。時間が空き時間にできる。なんかその語彙力が高まる。想像しながら、あの相手と盛り上がれる。え、そう、さっき。なんだろう、あの原始人の絵が上手くなる。あと5秒です。めちゃめちゃ楽しい。画力高まるよ。高まるよ。高まるよ。楽しい。楽しい。これメンバーと休み時間にやろう。紙さえ用意すれば誰でもできるので、これ Amazon でも今売り切れが続いてる。人気なんだ。スタッフもなかなか手に入れるのに苦労しまして、これ1個あればめっちゃ空き時間だからずっと楽しめる。みんな
めるまあ、多分あの今後また手に入れやすくなってると思います、うんうんうん、みんなの在庫常に確認してボタンを押しまくって買ってくださいお願いします。はい、はい、今日の動画も見てくれてありがとうございました。みんなでポンコツペイント、はい、プレイしてみたくなった方はぜひねたくさん在庫をチェックしてください。でこの動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録、コメント、お願いします。またコメントとかであの質問とかね、うん、書いてくれたりしたら答えられるかもしれないので、ぜひ皆さん気になるなっていうことをコメントとかしてみてください。はい、お願いします。またね。またね。